町より頼り続きです。募集手続き、時川町水道審議会の委員を募集します。水道事業及び浄化槽事業の運営について意見や提言をいただく水道審議会の委員を募集します。条件、町内在住18歳以上の方で、水道料金及び浄化槽使用料に滞納がない世帯に属する平日の会議に出席可能な方。人数2名、水道利用者1名、公共浄化槽使用者1名、任期移植の日から2年。応募、応募用紙、町ホームページからダウンロード可能です。に必要事項を記入し、9月20日金曜までに持参、または当日必着の郵送で水道課に提出してください。応募書類をもとに書類選考します。問い合わせ水道課、電話 65-1555。埼玉県県政サポーターを募集します。埼玉県では皆様の声を県政に反映させるため、インターネットを利用したアンケートで県政の課題についての意見をお聞きする埼玉県県政サポーターを募集しています。条件、満16歳以上で、ホームページの閲覧やメールの利用が日本語でできる方。応募、埼玉県ホームページから応募。問い合わせ、埼玉県県民公聴課、電話 048-830-2850。 お知らせ、不妊治療にかかる費用の一部を助成しています。対象者、不妊治療や不妊検査等を受けており、次の項目、いずれにも該当する方。1、新生児に法律婚または事実婚の男女。2、時川町に住所を有する方。3、徴税等の滞納がない方。助成制度一覧の表を読みます。助成制度、助成金額、内容、条件等の順に読みます。早期不妊検査費。検査開始時の年齢が35歳未満の方は上限3万円、35歳以上の方は上限2万円です。検査開始時の女性の年齢が43歳未満。夫婦、男女ともに受けた検査。申請は1回限り。早期不育症検査費。検査開始時の年齢が35歳未満の方は上限3万円。35歳以上の方、上限2万円。検査開始時の女性の年齢が43歳未満。夫婦、男女、または女性のみ受けた検査。2回以上の流産等の起用、医師の判断がある場合。申請は1回限り。不妊治療費、上限10万円。年度当初の女性の年齢が43歳未満。同一年度内に最大2回、通算5年度まで。表あります。詳細は保健センターにお問い合わせください。問い合わせ保健センター、電話 65-1010。近隣へ配慮し、責任を持って猫を飼育しましょう。猫に関する多くの苦情や相談が町に寄せられています。あなたの気づかないところで、ご近所に迷惑をかけているかもしれません。
すでに猫を飼っている人も、これから飼おうとしている人も、もう一度猫の習性や飼い方のマナーについて考えてみましょう。猫を飼育している方へ。1. 屋内飼育に努めましょう。屋外だと交通事故や感染症への感染、住民トラブルの原因になる場合があります。大切な命を守るためにも、近隣へ配慮し、責任を持って飼育しましょう。2. 所有者名示をしましょう。飼い猫に首輪等を装着し、飼い主を明らかにしましょう。災害時などで飼い猫が帰ってこなくなった時に、発見が容易になります。3. 不妊・去勢手術をしましょう。猫はとても繁殖力があります。望まない繁殖や病気を防ぐためにも、不妊・去勢手術をしましょう。飼い主のいない猫、野良猫に対する対応。1. 無責任な餌やりはやめましょう。飼い主のいない猫に餌を与え続けることで、その地域に猫が住み着き増加する原因となります。鳴き声がうるさいなどの迷惑を受けている方もいますので、無責任な餌やりはやめましょう。2. 桜猫無料不妊手術の実施。町では飼い主のいない猫に不妊・去勢手術を実施することで繁殖を防止し、飼い主のいない猫に関する苦情や殺処分の減少に寄与する桜猫活動を推進しています。この活動では町内の飼い主のいない猫に対し、無料で不妊・去勢手術できるチケットを交付しています。申請対象者は個人、またはボランティア団体です。なお、飼い猫は対象外です。桜の花びらの形をした耳は、不妊手術済みの証にゃ。問い合わせ、農林環境課、電話 65-0814。小川地区衛生組合へのゴミの自己搬入を一時停止します。小川地区衛生組合では、次の期間において、施設、テント倉庫の修繕工事を実施します。工事期間中は、小川地区衛生組合へのゴミの自己搬入ができなくなります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。なお、各ゴミステーションの収集については、通常通り実施します。自己搬入停止期間、11月18日月曜から11月29日金曜。搬入停止期間の前後は、場内の混雑が予想されますので、あらかじめ搬入申込書をご記入の上、時間に余裕を持ってお越しください。問い合わせ、小川地区衛生組合、電話 72-0441。国民健康保険に加入中の皆様、登録情報をご確認ください。9月の中旬ごろ、国民健康保険制度のデータベースに登録されている個人番号の下4桁が表示されたお知らせを送付しますので、通知が届いたらマイナンバーカードと照らし合わせて登録情報をご確認ください。万一異なっている場合には、次のお問い合わせ先までご連絡ください。マイナンバーカードは医療機関、薬局で健康保険証として利用することができます。ぜひご活用ください。問い合わせ、町民健康課、
電話 65-0812。 県内一斉防災訓練シェイクアウト埼玉に参加しましょう。8月30日金曜から9月5日木曜の期間中、県内一斉防災訓練を行います。表示してある二次元コードから参加登録し、訓練に参加しましょう。問い合わせ、埼玉県議会事務局、電話 048-830-6215。 ここまでの担当は小池でした。つながる、脳と暮らし。ときがわ町の魅力は、緑豊かな自然環境にあります。里山に囲まれた田畑が先人たちから受け継がれてきたことで、美しい農村的景観が保たれてきました。農地は農作物の生産の場であるだけでなく、様々な役割を担っています。出典農林水産省の様々な役割を表した絵地図がありますので読みます。1. 土砂崩壊防止機能。2. 土壌浸食防止機能。3. 良好な景観の形成機能。4. 洪水防止機能。農地の持つ貯水機能。5. 地下水灌溶機能。6. 文化の伝承機能。7. 河川流況安定機能。8. 有機性廃棄物分解機能。9. 気候緩和機能。10. 体験学習と教育の機能。11. 生物多様性保全機能。12. 保健レクレーション機能です。減り続ける農業従事者と増え続ける有給農地。農業従事者数を見ると、70歳以上の割合が 60% 以上を占め、総数は年々減少し続けています。15年間で 35% の減少。また、耕作面積の減少は、有給農地の増加を意味しており、今後さらに農業従事者数が減少すると、有給農地が急速に増加することが予想されます。出典農林業センサスによりますと、ときがわ町内の耕作面積は15年間で37ヘクタール減少しています。有給農地が適正に管理されなくなると、雑草等が生い茂り、次第に雑木が生え、荒れ地となってしまいます。荒れ地が増加すると、有害鳥獣やゴミの不法投棄が増加するだけでなく、見通しが悪くなることで、治安の悪化や交通事故の増加など、町民の暮らしに深刻な悪影響を与えることも懸念されます。荒れ地となった農地は、耕作できる状態に復旧することが難しくなるため、有給農地を増やさないことが大切です。戦後、私たちの食料は輸入に頼ってきましたが、経済競争力の低下や国際紛争、気候変動リスクなどに伴い、安定的に輸入し続けられるか見通せない状況です。農地を農地として維持し続けていくことは、私たちの暮らしを守ることにつながります。地域計画を策定していきます。これまで地域の皆さんが守ってきた農地を、子や孫の世代に引き継いでいくためには、今が地域農業について話し合う大事な時です。地域の現状や課題を把握し、地域で話し合い、10年後の地域農業の設計図となる
地域計画を策定します。地域計画で策定するもの。1. 地域農業の現状と課題、将来の在り方や目標を定めた計画書。2.10 年後の農地利用の姿を示した地図、目標地図。目標地図の作成により、誰がどの農地を耕作するか、耕作できない農地はどこかなどを明確にしていきます。地域計画策定に向けた協議の場を開催します。今後の時川町の農業についてみんなで話し合いましょう。申し込み不要です。どなたでも参加できます。協議の場の表を読みます。エリア、対象地区、日時、場所の順に読みます。平、大久野木エリア、西平、雲河原、大野、久野木平、9月22日、日曜、時川公民館、3階講座室、五明、日陰エリア、五明、日陰、9月29日、日曜、アスピア多摩川2階会議室、多摩川、田黒エリア、多摩川、田黒、10月13日、日曜、アスピア多摩川2階会議室、明覚エリア、別所、本郷、万丈、万場、関堀、田中、瀬戸元上、瀬戸元下、桃の木、大月、10月27日、日曜、時川公民館3階講座室、いずれも13時30分からです。今日を終わります。ここまでの問い合わせ、農林環境課、電話 65-1532。声の広報時川。声の広報時川は、朗読ボランティア時川の皆さんの協力を得て、音声で町広報誌を聞くことができます。広報誌を発行した日から10日前後に町ホームページで配信します。その他に CD でもお渡ししておりますので、お気軽にお問い合わせください。問い合わせ総務課自治人権担当、電話 65-0401。グラフ時川。写真で時川の今をお伝えするグラフ時川。珍しい情報や写真は、電話 65-0401 広報担当までお寄せください。8020良い葉のコンクール。時川町から3名が表彰。8020運動とは、80歳になっても自分の歯を20本以上保ちましょうという運動です。20本の歯があれば、ほとんどの食べ物を噛み砕くことができ、美味しく何でも食べることができます。6月16日日曜に東松山市保健センターで開催された引き地域の8020良い歯のコンクールでは、80歳以上で自分の歯を20本以上お持ちの方、34名が表彰されました。時川町からは、大塚忠道さん、小林明美さん、小山正夫さんの3名が表彰されました。おめでとうございます。表彰された皆さんに、歯と口の健康を保つ秘訣についてお聞きしました。大塚忠道さん、1日3回丁寧に磨いています。歯ブラシをうまく使い、歯と歯の間も丁寧に磨きます。外出時も可能であれば食後に歯を磨きます。左右のどちらかに偏って噛まないように気をつけています。小林明美さん、年をとってから歯の大切さがわかり、食後の3回に加えて
寝る前にも磨いています。歯間ブラシも使用します。定期的にかかりつけ歯科医を受診し、検診と歯石除去を受けています。小山正夫さん。定期的にかかりつけ歯科医を受診し、歯石除去とフッ素塗布を受けています。歯磨きは1日3回、小刻みに丁寧に磨くようにしています。歯肉もマッサージのため、柔らかい歯ブラシで優しく磨きます。梅干しの種も噛むことができます。歯や口には、噛む、飲み込む、味わう、話すなどの重要な役割があり、豊かに生きるために欠かせないものです。人生100年時代を迎え、誰もがいくつになっても生き生きと輝けるよう、歯と口の健康づくりに努めていきましょう。大塚忠道さん、小林明美さん、小山正夫さんと東松山市副市長、比企郡市歯科医師会会長、東松山保健所長との記念写真があります。社会を明るくする運動伝達式が行われました。社会を明るくする運動は、すべての国民が犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動です。7月1日月曜に行われた伝達式では、岸田文雄内閣総理大臣からのメッセージが、小川地区保護司会時川支部長の増田和代さんから渡辺町長へ伝達されました。渡辺町長へ内閣総理大臣からのメッセージを手渡す増田支部長お二人の写真が載っています。高齢者等見守りに関する協定を締結しました。7月11日木曜、埼玉西ヤクルト販売株式会社と時川町が高齢者等見守りに関する協定を締結しました。本格的な高齢化社会を迎える中で、高齢者が孤立することなく安心して暮らし続けていくため、地域全体で支え合う見守り活動などの取り組みが重要になってきています。この協定は、日々のヤクルトレディの宅配業務を通じ、地域の高齢者等に何らかの異変を察知した場合、時川町に通報していただくことにより、地域で発生する様々な問題の早期発見につなげるとともに、高齢者等が安心して生活できるようご支援をいただくものです。協定書を持つ渡辺町長と、埼玉西ヤクルト販売株式会社小島達彦代表取締役社長とお二人の写真があります。ここまでの担当は坂下でした。インフォメーション、暮らしの情報、子育て、保健センター、電話 65-1010、よちよち広場、3ヶ月から1歳6ヶ月頃までの乳幼児と親を対象に触れ合い遊び、親同士の交流等を行います。9月18日水曜、受付10時から10時30分、スタッフ、保育士、保健師、多摩川子育て支援センター、多摩川保育園内、電話、65-5201。多摩川子育て支援センターは、子供の遊びや親同士の交流、相談の場です。平日9時から12時、13時から16時に自由に利用できます。ニコニコ広場、ふれあい遊び、
お散歩、制作、クッキングなど小さな子向けの遊びを行います。ゆったりとした時間を一緒に過ごしませんか？初めての方もぜひ気軽に遊びに来てくださいね。9月5日、絵の具遊び。12日、リトミック。19日、制作。26日、お楽しみ会。いずれも木曜日、10時30分から11時30分。ランチタイム。ニコニコ広場の日、お弁当を持ってきて一緒に食べられます。なお、19日木曜は保育園の給食が食べられます。申し込み制、限定5組。大人300円、子供200円。パパママホットカフェ。お茶を飲みながらゆっくりお話ししましょう。9月4日、11日、25日、いずれも水曜、9時30分から10時30分。平保育園、電話 67-0446。トトロの会、連絡制。平保育園に遊びに来てみませんか？初めての方や小さいお友達も大歓迎。ぜひお気軽にお電話ください。9月11日水曜10時から11時。園庭開放。子どもたちの遊び場として土日祝日に園庭を開放しています。ブランコやジャングルジム、砂場などを自由に使えます。職員はいませんので安全に気をつけながらマナーを守って遊びましょう。子育て支援センター時川、花園保育園内、電話 65-2655。 いよいよ秋がやってきます。運動、芸術、食欲。さて、幼児期の食事はなかなか順調にいかないことが多いですが、体づくりには大切なことは変わりありません。そこで、保育園の栄養士によるお話や、給食の試食を企画しました。季節や行事に合わせた給食の話、日頃の困りごとなどにもお答えしたいと思います。ぜひご参加ください。授業の開始はいずれも10時30分です。少し早めの来場をお願いします。園内広場。連絡制、金曜、ホラン広場。パネルシアター、9月6日。お話し会、9月13日。給食の話、試食、予約制、9月20日。団子作り、9月27日。ベビーポラン、赤ちゃんとの触れ合い遊び。兄弟姉妹の参加も OK。妊婦さんもお越しください。9月24日火曜。園外広場、連絡制。お山の広場、9月3日。場所、建具会館。ふれあいリトミック、9月10日。場所、時川公民館3階、講座室。音遊び、歌遊び。場所、玉川公民館2階講堂、9月17日、いずれも火曜日。土曜オープン、連絡制。当日連絡課、センターと園庭を開放しています。スタッフがお待ちしています。9月14日、28日、いずれも土曜、9時から。保険。保健センター、電話 65-1010。 乳幼児健康審査。1、4ヶ月児、令和6年4月から5月生まれ。2、10ヶ月児、令和5年10月から11月生まれ。9月26日木曜。受付時間は送付される通知でご確認ください。持ち物、母子健康手帳、
送付した問診票。トキフィット、栄養・運動個別相談会。町内在住・在勤の20歳以上を対象に、インボディ測定、管理栄養士、健康運動指導士による個別相談を行います。なお、保健センターへ予約が必要です。先着14名。9月11日水曜9時30分から12時。1人15分程度。月に1回実施予定。救急電話相談、シャープ7119。急な病気や怪我に関して、看護師の相談員が医療機関を受診すべきかどうかなどをアドバイスしますので、判断に迷ったときはお気軽にお電話ください。電話、シャープ7119、または048-824-4199。毎日24時間対応。小児救急電話相談、シャープ8000、または048-833-7911。壱岐医師会在宅医療連携拠点。寝たきりで通院できない、往診医を紹介してほしい、退院する母の自宅での医療的ケアが心配など、自宅での医療、療養でお悩みの時は、どなたでも無料で看護師資格を持つ職員に相談できます。電話 81-5563。月曜から金曜、9時から17時。祝日等を除く。在宅当番員予定。9月16日、祝日月曜。田畑小児科、小児科、内科、アレルギー科。電話 54-8822。22日、祝日日曜。星子ども大人クリニック。小児科、内科、アレルギー科。23日、振り替月曜。まみえホスピタル、内科、049-296-1155。いずれも診療時間は9時から17時です。日曜日に診察している診療所、辻保順医院、内科、小児科、9時から12時。電話 23-9045。いちごクリニック、内科、小児科、胃腸科、アレルギー科、新刊、または5年以上受診歴なしの方は受付していません。9時から12時、15時から16時30分、36-1115、中沢医院、内科、小児科、皮膚科、8時30分から12時、22-0710、福島医院、内科、外科、9時から14時、22-8050。柳沢医院、内科、胃腸科、肝臓内科。毎月第1、第3、第5週のみ、9時から12時、72-0024。新井眼科クリニック、眼科、9時から12時、15時から18時、74-1711。木下医院、内科、外科、9時から11時30分、15時から16時30分、72-0375。田畑小児科、小児科、アレルギー科、内科、8時45分から12時、54-8822。なお、臨時休診の場合がありますので、事前に電話で相談の上受診してください。壱岐地区子ども夜間救急センター。診療日、月曜から金曜、20時から、休日、祝日、年末年始を除く、受付、19時30分から22時、事前に電話相談の上、LINE してください。ところ、東松山医師会病院内、電話 22-2822。
対象、原則として満15歳以下の子ども。相談、保健センター、電話 65-1010。健康相談、事前に予約が必要ですが、緊急の場合はいつでも応じます。電話での相談も受け付けています。平日8時30分から17時、相談員、保健師。乳幼児相談、身体計測、育児相談、栄養相談、母乳相談、妊婦相談、保育士による遊びの広場。9月11日水曜、受付10時から11時。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、スタッフ、保健師、栄養士、看護師、助産師、保育士。心の相談、事前予約が必要です。9月3日、10日、17日、24日、いずれも火曜、10時から15時。相談員、精神保健福祉士。個別栄養相談、管理栄養士が訪問し、栄養改善に関するご相談をお受けします。事前予約が必要です。9月20日金曜13時30分から16時。相談員、管理栄養士。個別リハビリ相談、事前予約が必要です。奇病によりご自宅ご訪問ができます。9月12日木曜13時30分から16時。相談員、理学療法士、保健師。家族相談支援センター、生き生き活動センター内、電話 66-0220。困りごと、迷惑相談、平日月火木の8時30分から16時、相談員、町専門相談員。消費生活相談、平日月火木金の8時30分から16時、相談員、消費生活相談員、町専門相談員。行政相談、9月10日火曜13時30分から16時、相談員、行政相談員。行政書士相談、事前の予約が必要です。9月17日火曜10時から12時。埼玉県行政書士会東松山支部。住民法律相談、事前予約が必要です。1週間前までにお申し込みください。9月20日金曜13時30分から16時。相談員、町顧問弁護士。人権相談、9月4日水曜10時から15時。相談員、人権擁護委員。福祉課、電話 65-0813。生活困窮者相談、電話 080-2274-1445。生活保護受給者以外の方が対象です。平日8時30分から17時、相談員、アスポート相談支援センター、埼玉西部諸山出張所。防犯、小川警察署、電話 74-0110。地域安全情報、小川警察署から町内の犯罪発生状況をお知らせします。令和6年7月1日から7月31日、件数2件、前年比マイナス2件、累計14件、前年比マイナス17件。主な内容、侵入盗難1件、自転車盗難1件。オレオレ詐欺の手口、例1、カバンをなくした。俺だけど書類の入ったカバンをなくした。このままだと契約取引がダメになる。
助けてほしい。いくらなら用意できる？例に、仕事で失敗した。俺だけど仕事で失敗した。300万円あればなんとか助かる。〇〇駅に俺の代わりのものが取りに行くから渡して。今すぐできる防犯対策。1、在宅中も留守番電話に設定。2、自宅に高額のお金を保管しない。なお、不審な電話を受けたらすぐに警察に通報してください。環境、農林環境課、電話 65-0814。ゴミの減量課、7月分の可燃、不燃ゴミの収集量をお知らせします。可燃ゴミ、131,180kg。前年同月比増減、12,760kg 増。不燃ゴミ、10,040kg。2,940kg 減。合計、141,220kg。9,820kg 増。1人、1日あたり排出量、443g、39g 増。目標、1、1人1日 50g のゴミの減量を。小さな積み重ねが大きな効果につながります。2、ゴミの水切りを徹底しましょう。生ゴミは約 80% が水分。捨てる前に一絞り。3、紙類は資源回収へ。小さな紙でも資源になります。1人1日あたりのゴミ排出量の目標値 437g。目標まであと 6g。ゴミの資源化、7月分の資源回収実績、ステーション回収をお知らせします。なお、紙類は雑紙、段ボール、新聞、雑誌、紙パックの合計、町の収入になるもの、紙類、2,580kg、前年同月比、増減、1,850kg 増、衣類、3,430kg、410kg 増、アルミ缶、1,508kg、251kg 増、有価プラスチック、197kg、有価プラスチックは前年同月回収はありませんでした。資源物売却収入合計57,625円、245,081円増。皆様のご協力により、7月は以上の収入がありました。ゴミの分別に困ったら、ゴミ資源分別カレンダーをご確認ください。特に、可燃ゴミ、メタン菌の発酵による生物処理を行っています。ゴミ袋に入れる前に確認をお願いします。ここまでの担当は高橋でした。